お正月の壁面を立体感のある梅の花で飾ってみました。梅の花の型紙はコメント欄からダウンロードできます。まず型紙をコピーします。色画用紙を4分の1に切ったものに重ね、何箇所かホッチキスで留めます。まず大まかに切り取ります。次に線に沿って切り取ります。花びらの先を頂点にして2つに折ります。花びらは5枚ありますから5回折ります。山折り谷折りを交互に繰り返します。このままでは星形に見えます。ポコッと反対に折り返すと丸みが出て梅の花っぽくなります。黄色のクレヨンか絵の具でおしべを描きます。丸く切ったつぼみに額を描きます。裏返しにしてテープを丸くしたものをつけます。これをバランスを考えながら壁面に貼ります。押しピンが使える壁に貼るときは中心に押しピンを押してください。